皆さんこんにちは。湘南 AJ クリニック新宿本院長の斉藤と受付カウンセラーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、では今日のお題は何でしょうか。はい、今日のお題は、当院で取り扱っているオリジナル薬についての説明をお願いします。はい、ありがとうございます。オリジナル薬ってね、言葉ポーンと出ちゃいますけど、本当のオリジナルなんですよ、うんうん、どっかの会社のやつをパッケージ変えてで輸入してるとかっていうことではないです。オリジナルなんです。自分らで企画してでこういうふうに作ってくださいって言って作ってる薬になりますね、うん、うちがですね、このオリジナル薬を作り始めたのは十数年前ですね。で、日本でもまだフィナステリドがようやくプロペシアとして出始めて、で、浸透し始めたかな、みたいなですね、うん。で、その頃に、スタートしています。で、プロペシアって、特許の期間があるんですけど、うん、その前に、プロスカーっていう、ね、薬が、フィナステリドの薬剤として、前立腺肥大症の薬で、5mg っていうのが、スタートしたんですね。うん、で、それの、量を加減して、で、5ミリより少ないものであると海外で認可を取ってで製造することができるんですね、うん、ちょっと細かい法律の話かもしれないけどね、うん、でその時にですね、どれぐらいの量にした方がいいのかとかですね、そういうのもいろいろ検討してやったし、それからあとお薬って主成分とね、機材っていう物質と2つでこう合成作られてるんです、うん、主成分っていうのはフィナステリドですよね。何ミリグラムか。で、それを安定させるお薬とか、あと、内服して腸に運んで腸から吸収を助けてくれるお薬とかね。っていうものが、機材っていう部分なんです。で、これもいろいろな組み合わせがあるんですね。で、それも、オリジナルで、自分のところでこう作って、ずっとね、十数年間やってきたっていうのがあります。あと、もう一つは、こう、コーティング剤ってですね。お薬って飲むと、この胃の、強い酸の部分を通って、で、腸に運ばれないといけないです。酸で変化しちゃったりすると、本来の化学物質でもなくなる場合がありますね。で、それを守るコーティング剤っていう部分も、いろいろものを試して、で、今の薬にしてきたっていう経緯があります。で、結構ね、十数年前から作ってきて、で、いろいろ変更しながら、やってきた薬ですね。だから、本当のいわゆるオリジナルなんです。どっかの、ね、海外の薬屋さんがね、作ったフィナステリドのジェネリック薬品とかね、そういうものをパッケージ変えて作って利用してるわけなんですよね。あと、ミノキシジルの内服っていうのは皆さん、ご存知の通り、国内では未承認薬なんですね。未承認なので、いわゆる国内では製造ができないんです。うん、で、製造ができないので、海外で作るしかないんですよね。だから、それも、さっきの機材であったりコーティング剤だったりを工夫しながら、で、量もどれぐらいにした方がいいのかっていうね、データを取ってで作って、で、ミノキシジルの効果っていうのは使ってる方はねすごく分かると思うんですけど、髪の毛が劇的に変わってきますよね、うん、非常に髪の治療には大事だと思って、うん、やってるんですね。あとはビタミン、ミネラル、アミノ酸系の栄養分ですけど、サプリメントなどある部分ですね。で、これもうち作ってるんですね。で、それも、製造の方法、過程で、特許を持ってる技術で作ってるのがあるので、よそではもらえないものに、厳密に言うとなるんですね。だから、いわゆるオリジナル薬って言って、目を打ってますけども、本当のオリジナル薬ですからね。で、うちらが、知恵を絞って作ってきたものなので、だから他のお薬使ってたんだけど、うちのお薬使うとこっちのが良くなります、良くなりましたって言ってもらってる方は結構見えますので、ぜひ興味があったらですね、ご相談にいらしていただくといいかなと思います、うん、はい、そうですね、はい、今日はねオリジナル薬のお話をねちょっと語ってしまいましたけども、はい、全部企業秘密なんですよ。本当ね、これ意地悪で言ってるんじゃなくても企業秘密、それぐらいのつもりで、うん、作ってきたっていうんですよね。はい、まあ実際に
個人輸入で買ってたお薬での効果っていうのが、まあ、ちょっと見えづらくなったとか、なんか個人で買ってて、なんか先生の診察を受けたことがなくって、ちょっと不安になってきたから行ってみようかなぐらいの気持ちで来てくださる方とかも結構多かったりとかはするし、実際に私もお客様と接客しててよく聞くお声なので、まあオリジナル薬使う使わないは一旦置いといて、先生の診察だったりとか、なんかね、どんな状態かみたいなところの写真撮影とかはしてみてもいいんじゃないかなとは思います。やばい、うんでね、やばいやばい、顔色見ながらアンチくるアンチくるかなとは正直に思いますね。使う使わないもご本人に任せる。そうですね、はい、以上です。では次回もですね、あの髪の毛のお話ね、はい、あの集めてやっていこうと思いますので、興味に持っていただいた方はグッドボタンの方よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、はい、それでは次回までさようなら。